チーム猿第5回公演君子に友なし、に出演します佐々木蔵之介です。中村です。これどんな芝居かと言いますとですね、僕は皇帝の役をやるんです。で、その皇帝は実はすごい独裁者なんですね。でもう口も悪いで、まあ暴君なんですけども、実は彼にも謎が、真実がある。その謎を解こうとするのが地方の役人のオルクという人物なんですけど、これがよろしくお願いします、はい。皇帝エンペラーをやるのは僕初めてです。中国劇をやるのは初めてです。僕も初めてです、ね、どんなになるかわからないんですけどいやちょっと面白い試みです。チームサルというのは僕のプロジェクトというか僕のユニットなんですけど、手作りでお客様と近いところで、芝居見てほしいというので企画した公演です。皆様と劇場でお会いできるのを楽しみにしております。京都公演、京都府立文化芸術会館にて2021年8月17日火曜日から8月29日日曜まで公演を行います。劇場でお待ちしております。